迎大家，今天是礼拜六，然后刚好现在是台湾的农历年，我们来到就是可以最可以享受台湾农历年气氛的日本桥。今日はちょうど台湾の旧正月で台湾のものを買って海地君の家に行きたいと思います。海地君と梅ちゃんに台湾のものを食べさせたいと思ってます。じゃあ行きますか、いろいろ見ていきましょう。レッツゴー。これ好きなやつ、うまいやつ、これ買おうかな、太一くんたちに。台湾ビールあるじゃん、これは絶対買わなきゃね。台湾ビール、あ、これうまいやつ、台湾ゴールドメドウだからちょっと違う、味が違う、同じところだっけ。そうそうそう、けどプレミアム的な感じだ。そう、プレミアムモルツ的な感じだ。そうそうそう、あ、変わらんだ。この間コメントになんかあんま好きじゃないというコメントがあった。カプラン。マンゴー、パイナップルと、なんだこれ、ブルーベリー、あ、違う違う、ブルーベリーじゃない、ブドウだ。あ、グレープとか、うん、アップルサイダーと、あの太陽があんまり好きじゃないヘイソンサース、はい、あと好きじゃない、シェントンミ、これはスイーツ、はいはい、うまい。で、これもスイーツ、すごい。え、何買おうかな、迷いますね。これとかは旧正月で食べるやつ、うん、説明しにくいです。翻訳は何だろう、スイカの種、スイカの種なんだ、うん、このスイカの種こんな色になる、面白いね、こいつは親大好き、給食が絶対食べるやつ。これ私めっちゃ好き、レイチャー、そう、体にいい健康的なレイチャーとアレンジ、私が大好きなやつ。先端本酢、めっちゃうまい。私なんか台湾の友達がおすすめしてきて、ソルティーヨーククッキー、咸蛋とはアヒルや鶏の生卵を何だろう、寝かせて作るいや、これはうまい。日本わかんない、好きかな、太陽好きと思うけど、覚えてる、私の撮った動画、はいはいはい、阿佐ヶ谷で撮ったやつ覚えてる？阿佐ヶ谷です。バック、あのコンビニでバック、あ、はいはいはい、ここ、これ、ここ、これ、これ、これ、そう、この人です。そう、これとこれも持ってるよ、すごい、かわいい。ここら辺はおつまみ的なもの、はいはい、これはちょっと辛いやつ、ホンペイルマラ、そうそうそう、マラ豆、これ私も食べたことないな。これビールとかね。そう、うんね、これも合いそう。これ何？ガーリックだから太陽好きだと思う、はい、ガーリックピーナッツじゃん君大好きなやつじゃん、私食べたことないけどね、台湾なのかな、マラピーナッツ、日本のみたいだけど、ジンマン、ガーリン、違うよ、紹興酒、日本語なんだろう、度数が高いやつ。何度ぐらい？58、まあまあ確かに日本酒よりも高めだな。うん、あ、牛肉麺来た、太陽が食べたやつ、あ、違うな、いや、あ、これそうかも、この牛肉も違う、あ、違う、でも私が太陽にあげたやつこれかな、ごまのやつだ、これめちゃめちゃうまい、ごまの、これごま、そうそう、こいつごまだ、担々麺だよ、こっちか、あ、でも同じブランドだけどね、そう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 、違うんだ、うん、いろいろ出してるんだよ、へー、サンレイクミルクティー、あの、日月潭というところは台湾の真ん中、台中にある有名な観光地なんだけど、が出してるミルクティー、
そこの紅茶とかも美味しい。日月さんというところ。ミルクティーの。そうそうそう。台湾に台湾有名なあの日本の油林堂みたいなとこなんだけど、台湾で油林堂。わかる？油林堂じゃないじゃん。え、本屋さん。知らない。え、まあツタヤみたいなとこ。はいはい、台湾で言うと、はいはい、そうだからここでなんかみんなは本を見てる感じ。はいはい。だから台湾の本屋さんは今はどうか分かんないけど、昔はなんか地面とかに座って本読んでるんだけど、そうなん、うん、だから日本はあんまないよね。有名なお茶、いい匂いするね。覚えてる、チャが横浜に行ってた時のあのお茶飲んでたじゃん。はいはい。違うけどいや、こんな、なんか、うん、これ陶器はね、シュッ、化粧品のやつ、リン3E。 台湾の化粧品、化粧品とかな、ブラシ。はいはいはい。そう、台湾、Made in Taiwan。 すごいね、うん、台湾に来た感じうん、あ、有名な ソープここスイーツ、違う、あ、ソープ、ソープ、はいはい、台湾生まれのハーバルケアです何だっけ、ごめんなさい、いい匂いすんね、分かんない、どれがフィルドイーラにしたのかな、これ、うん、濡らしてからの方がいいんですよ。濡らして、うん、で二度洗うと結構低め、はい、あの細やかな泡が出ます、はい、すべすべになって感じがします。多分クリームとか塗ってらっしゃるかわかんないんですけど、はい、クリームとか塗ったりするとやっぱり油膜ができるので、はいはい、1回だとなかなか、ね、落ちきれないので、へ、あ、そうですね、おいかがでしょうすべすべだけど、なんか張り付く感じしますね。ああ、はい、すごいね。あ、でも色白い。はい。おお。伸びはいいと思うんですね。おお。香りもちょっと嗅いでみてください。うん、なんかベタつきにくいんですか。そうなんですよね。すごいね。あ、一瞬回ったよ。これはね、台湾で有名なレストランなの。はいはい。フーチンスー。メニュー見てみる。これ、このお店？うん。フージンなんて。そうそうそう。フーチンスーね。フーチンスー。うん。いやー、全部うまそうやな。すごいね。ね。ここはね、みんな日本にいる人はランチが安いよ一周回ったんで決めましょうか。ここからはヤギ太陽に決めてもらいますね。タイプンカツに食べさせるの台湾ピザは、うん、飲まないでしょ。半分だけ。じゃあ一人一本って感じかな。台湾ピザちょっとこういろんな味も試してみたい。美味しいの？でもこれ、うん、違う味美味しいの？私飲んだことない。これで分かんないな。一種類ずつ買ってみるか。飲む？飲む2つぐらい。いや、これ1個ずつ、こんなもん、うん、これは分かんない。一応試しでこれ1個、1個でいいじゃない。1個買ってちょっと、うん、あの買ってみます1個これじゃん、マーラグリーンピース。これ1個買おう、うん、これは食べてみようよ。これ、うん、これ何、さっきおすすめしたやつじゃん。卵と、うん、なんとか餅。お、全然さ、これさ、日本語書いてないんだね。書いてるよ。え、書いてないよ。あ、これか。ソルティーオークキクッキー。何かわかんないでしょ、これ。個人的にこれ食べたいんですけど。どれ？怖い怖い。これ入れたよ。緑。あ、これ？
豆でしょ、でもまた違う違う、あ、違うの、え、こっちじゃなくていいの、これも食べたい、これ、これ、うん、これでかすぎん、これ、いや、いいけど面白い、これ食べられなかったら家に持って帰る、うん、うちの親好きだ、これとこれだったらどっちがいい、エッグロールにする、見たことないから、2つの味あるよ、これね、セサミ、はいはい、でこれプレーン、プレーン、プレーンにしよう、何買ったのか、もう西瀬っていっぱい買ったよ、体験しに行きます、あ、辛いよこれあ、これ一番なんかに、あ、やばいなこれ結構食べるの難しいんだよ、どこどこどこ、time.